五女園庭大月断層は、兵庫県神戸市の六甲山地の南麓を北東から南西方向に伸びる逆断層である。六甲、淡路島断層帯の主要断層の一つである。大月断層は、断層の北側が隆起する、右横ずれの断層である。六甲山主要線の南側は、海側より、芦屋断層、五女橋断層、大月断層が平行して存在し、 海岸上地形となっている。大月断層付近には、長区内に住吉川の支流として、大月地獄谷や大月谷、大月山等を宅地造成化した大月台がある。活断層研究改編は、大月断層の約50万年前の過酷に約100メートルの右ずれがあるとして、右横ずれ平位速度を約0.2メートル、千年としているが、 年代値の根拠が明確でないことと断層が並走する断層帯の北西部分に位置することから政府地震調査研究推進本部では変異速度不明としている。しかし、京都大学防災研究所の六甲鶴株と観測室での観測結果発表によれば、阪神、淡路大震災後は0.1から0.2ミリメートル年で動いている測定結果が得られている。判例。 大月断層工女谷断層六甲最高峰、東、小田福山アルチ山マヤ山半球六甲駅、JR 芦屋駅大月断層、工女橋断層の、おおよその位置。ありがとうございます。